気を抜くなよ。警告、エネルギー残量不足。耐えてみな。よい。どう？失礼だ。踏ん張れ。どう？おとなしくしてみな。構成反応。活動性足元がお留守です。構成反応。活動停止。あれ？町の方から何か近づいてきますよ。古都中流の騎士団ですね。姫、少し後ろへ。止まれ！何者だ？どのような理由で山を越えてきた？我々は王国西部から王都へ戻る旅の途中だ。今古都は町全体が閉鎖されていて入ることはできない。来た道を戻るのだな。また山道に戻れってバカじゃないの？黙れ！我々の指示に従わん者は捕縛することになる。痛い目に遭いたくなければ早々に失せよ。この国の騎士はみんなこんなもんだ。人の話なんか聞きやしない。何か言ったか？聞こえなかったか？お前らごときにやられるやつなんかこの中にはいねえって言ったんだ。ミダス様。貴様、その言葉後悔するなよ。ゼロを引いた。セーラス。うわ。フリア。まだ来る。はい、みんな。これは何だ。活動停止。仲間呼んでるぞ。私か姫の身分を明かすしかないか。待って、アベラルド。あの鎧は。よう、思わぬ顔が現れたもんだな。テオ将軍。よう、アベラルド・ベルグホルム。まさかガルカルムスを歩いて越えたのか。ベルグホルム、王とこの駅士の。そういうことだ。だから無礼してんのはお前らの方。申し訳ございません。構わない。こちらも連れが貴殿らに無礼な口を聞いた。ふん、この国の騎士にはふさわしい振る舞いだと思ったがな。相変わらずですね、ミダス様。それだけにあなたがこの場にいるのは俺にはちょっとした驚きです。ふん。まあ、とにかくついてこい。古都の港町を封鎖してるのは本当なのか。大きな声じゃ言えないが、ヘルガー配下病が流行していてな。なぜ古都で配下病が？その病気をばらまいたってやつを古都の騎士団総出で追っていました。病気をばらまく？ええ、病気が流行り始めた頃からあちこちで奇妙な服を着た若い女の目撃情報がありましてね。それを追っているんです。お連れさんもなかなか奇妙な衣装ですね。だからあいつらも血の気多く食ってかかったのかもしれませんな。奇妙な服を着た女性、まさかクロエ。いろいろ話を聞けそうだな。
指は嫌よ。足がいっぱいあるもの。とりあえず俺の執務室まで来てもらおう。さて、そっちの二人、まずは自己紹介してもらおうか。ずいぶん上から来るな。俺たちが奇妙な風体の女を追っていることは話しただろう。お前はその女について知っていそうだった。知ってたらどうだと言うんだ。厳しく取り調べることになる。まさかとは思う。一緒に旅してるそのお方がどこのどなたなのか心得ていないわけではあるまい。そこまでよ、テオニー。テオニー、このお二人に対する無礼はテオニーといえども許さないわ。ということらしいが、アビー。アビー、この二人がいなければ我々はここまでたどり着けていない。あとその名で呼ぶな。もう子供じゃないんだ。へえ、アビーにそこまで言わせるか。まあそうでなけりゃミダス様がレティと一緒に来てくれるわけないからな。それにそっちの女の子はフィルベルト様の娘さんだな。私のこと知ってるんですか？お父上の葬儀の際、国王陛下の護衛兵としてリベルまで同行した。あなたは結局何者なんですか？レティシア様にお兄さんがいるなんて話は聞いたことがありません。俺はテオ・クレムラート、王帝ロンベルト・クレムラート公爵の息子で、レティとはいとこ同士なんだ。ロンベルト、海軍騎士長のテオ将軍？失礼しました。いいっていいって。レティ・アビーの友達にかしこまられても困っちまう。デッダ、今度こそ名乗ってもらおうが、名前のない奴とは話せないんでね。レイモンド・ローレンスだ。エレナと申します。よし、レイ、エレナ、いろいろ知ってること洗いざらい聞かせてもらうぜ。
レティがいなければとても信じられん。あんたたちが追ってる女だが、俺の仲間かもしれないんだ。もちろん病気をばらまいたなんて話はデタラメだ。そう言われてもな。今はバイル帝国との関係が悪化している。国境の城塞都市バルダーから次々に避難民が王都や琴にやってきていて、その中には帝国側の患者も大勢混じっていると予想される。だからこそ怪しい奴がいれば皆不安がるんだ。どんな人物なんだその女は。コトリス山に近いあたりでその女が目撃されるのと前後して大勢の人間が病気にかかるんだ。山狩りしたいところだが、あそこは天然の妖怪だからな。なんとか捜索できないの。町の門番の揉め事に全体責任者の俺が出張ったことで察してくれ。それほど人手不足なんだ。なんだそれなら私たちがコトリス山に登れば問題ありませんね。言うと思った。テオニー聞いて、ニーナさんとエレナさんはヘルガー配下病の治療法を発見したの。なんだって。そのために必要な薬草がコトリス山にあるんです。テオ様、私たちにコトリス山の探索を許可していただけませんか。お願いテオニー。わかった、レティがそこまで言うんだ、信頼するぜ。その代わり、あんたたちが探してるって仲間のことはこっちで捜索しよう。何か特徴のわかるものはあるか。こんな風体をしてる。名はクロエ・キャナリス。こいつはすげえ怖がりなんだ。指名手配みたいなことはしてくれるなよ。そっちもこのことが戒厳令下なことを忘れるな。町の人をあまり怯えさせるなよ。そういえば最近ウェルチのやつから連絡が来てないな。たまにはこっちから様子を見に行ってやるか。頑丈に見えても一国の王女だ。あんまりレティに無茶させないでくれよ。セリオインも寄ってみるか。なんだ、いつまでニヤニヤしている。対象を発見。ラッキー。対象を発見。対象を発見。
ラッキー。せや、必殺技を見ろ、海の男の燃える魂ファイヤー。邪魔するぜ。海に落ちて今頃魚の胃袋の中かもしれないね。泳いで探しに行かなくちゃ。冗談だよ、いや本気にするんじゃないよ。あなたはもしや相和の使い手では。ぜひ私と手合わせをしていただけませんか。風の匂いがいつもと違う。ねえ、そこのあなた、私と勝負して今後の運命を占ってみない？町のことはテオニーに任せて、私たちはコトリス山の調査に向かいましょう。対象を発見。対象を発見。そう。ラッキー。準備が整ったらコトリス山に向かおう。コトリス地方の北だって言うから船じゃないな。親しみやすい王族の方が多い国ですね。テオ将軍もこの町の人々に慕われているようです。ラッキー。足がいっぱいあるもの。ライタールほどじゃないけど、ヘルガー配下病が流行り始めてるみたい。対象を発見。いらっしゃいませ。琴で一番品揃えのいい店だと僕は思っています。お好きにどうぞ。
がいっぱいあるもの。はい、サンキュさっき大荷物を持った男が小鳥巣山へ入っていったんだ。あんなところで一体何をするつもりだ。だがどう見ても怪しいのに、なぜか悪人とは思えなかった。あの男は一体何者なんだ。君、腕っぷしには自信がありそうだね。どう、海で鍛えた私に勝てるかな。勇気を見せてみな。対象を発見。まさか目撃された女がクロエだなんてことはないだろうが、早く小鳥巣山に出発しないとな。ラッキしたぞ。とにかく撃てばいいんだろ。ま、こんなもんか。とにかく撃てばいいんだろ。
ま、こんなもんか。とにかく撃てばいいんだろ。ま、こんなもんか。とにかく撃てばいいんだろ。ま、こんなもんか。ラッキー、ラッキー、ラッキー。対象を発見。はっ。ラッキー。町の総和好きの占い師にはもう会ったか。あいつ実はな。あった。その前に俺と勝負していけ。コトリス地方に出没する生ける鎧どもを見ましたか。あやつらを我らはどうしても倒すことができません。幾度討伐に出ても敗北を喫する始末。どうか我らに代わりあやつらを倒してくれませんか。難しいお願いとは重々承知しています。しかし民の安全のためには野放しにはできないのです。ライタールと同じように廃花病をばらまく海鳥がどこかに嫌がるのか。邪魔するぜ。あら、あなた、総和ができるのかしら。執事が言ってた方ですわね。いいわ、一緒に遊びましょう。
潮風の香りに包まれながらの夜、寝心地の良さは抜群ですよ。うまいなこれ。いってらっしゃいませ。またのご利用お待ちしております。また来るぜ。邪魔するぜ。海に落ちて今頃魚の胃袋の中かもしれないね。泳いで探しに行かなくちゃ。冗談だよ、本気にするんじゃないよ。私も一緒に探してあげるから。コトリス山か。コトリス地方の北方にある山だ。三田宗司さん、コトリス山へ行ったことはあるの？コトリス山は多種多様な薬草の宝庫だ。調達に行ったのも一度や二度じゃない。先輩、まだまだいますよね。お前らに見たか。起動せ。
仲間のことが心配なのはわかるが、今はコトリス山の怪しい人物の捜索も忘れるなよ。テオはあの二人の保護者みたいなもんだ。容量が悪くていつもレティシアに振り回されてたがな。なんだい。コトリス山にはヘルガー配下病の治療に使える薬草があるの。たくさん見つかるといいんだけど。大丈夫です。きっとテオ兄がクロエさんのことを見つけてくれます。テオ将軍が少しでもクロエの情報を集めてくれるといいですね。配送の仕事より楽だったな。配送の仕事より楽だったな。サンキュー。サンキュくれるといいですね。ラッキー。よしよし、見込んだ通りだな。これだけ揃えば十分だ。また次も頼むよ。世の中が乱れてくると武器も防具もいるようになる。嵐の前の静けさってやつだろうな。配送の仕事より楽だったな。工具なんぞ作ってる方が平和なのは間違いないが、それじゃあ満足いかないのが職人の差がよ。工具なんぞ作のベッドに復活だよ。約束通り宿代はタダさ。食事は払ってもらうけどね。配送の仕事より楽だったな。いくらふかふかのベッドになったからって上に乗って跳ねたり騒いだりしないでおくれよ。だいたいあんたたちいきなりすごい勢いで飛ぶしね。なんでもいいから宿の中ではおとなしくしておくれ。
情けないことに、またしても足止めです。乗船券が風にさらわれ、どこを探しても見つかりません。もはや望むべくもないでしょうが、もしも見つけたなら持ってきてはくれませんか。なけなしの蓄えをつぎ込んだ乗船券でした。妹に楽させてやりたいと思ったのに、情けない。対象を発見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 。ラッキー。まさか、まさか乗船券まで見つけてくれたのですか。あなた方は私の旅の守護天使ですか。配送の仕事より楽だったな。私のこの旅にはこれでも目的があるのです。勇気を振り絞り、自分を信じて進んでいます。あなた方には到底及ばないのでしょうが、これも私の冒険の旅なのです。邪魔するぜ。いらっしゃい。毎度。サンキュー。テオはあの二人の保護者みたい。
変だエレナ。どうしたのですか、そのように慌てて。どこの町のどの店に行ってもコーヒーがないんだ。もう何日も飲んでないんだ。お前どこかで見てないか。確かにこのアスター4号星にはコーヒーおよびそれに類する飲料物は存在していないようですね。なんだ、調べてくれていたのか。はい、いずれレイが聞いてくるかと予想していましたから。宇宙に戻るまでコーヒーはお預けですね。マジか、なんてこった。我慢するしかないってことなのか。宇宙に戻った暁にはとびきりのコーヒーを入れてあげますから、それまで辛抱してください。それは嬉しいが、それまで耐えられるのか俺。宇宙に戻るためのモチベーションが一つ増えましたね。そんな、目の前に人参を吊るされたロバじゃないんだからよ。サンキュキー、邪魔するぜ。おじい様の代までは栄華を極めていた我がビンヤード家も、まさかこんなに落ちぶれちゃうなんてね。私に残されたのは代々伝わるアイテムクリエーションの技術とこの家、あとは指輪の片割れだけか。面白いじゃないの！見てなさいよおじい様！あんたが浪費しまくったせいで没落したビーヤード家、天才美少女豪商当主のこのウェルチ様が見事に立て直し。お前そんな過去があったのか。ちょっとちょっとちょっと、乙女の秘密何を勝手に聞いてくれちゃってるのよ。今日は呼んでないでしょうが。俺に何か協力できることがあるんなら言ってくれよな。とにかく
何？もう、え、別に。まさか目撃された女がクロエだなんてことはないだろうが。準備が整ったらコトリス山に向かおう。コトリス地方の北だって言うから船じゃないな。コトリス山か。コトリス地方の北方にある山だ。井田総司さん、コトリス山へ行ったことあるの？コトリス山は多種多様な薬草の宝庫。調達に行ったのも一度には二度しない。それ警告、アレルギー残病気に減るぞ。これでよし。私を捕らえるのは不可能。発動停止。やれる。適用度低。実はコトリス山には魔物の姫の伝説があるんです。魔物の姫？そう、昔々王族の狩猟場だったコトリス山で、王子と恋に落ちた魔物の姫がいました。恋は実らず、魔物の姫は王族を惑わせた罪で無数の矢を突き立てられて死にました。それ以降コトリス山は魔物の呪いにより矢尻のような木々が密集し、異臭が立ち込める山へと変貌したって話。おいおい、俺たちこれからそこに薬草探しに行こうって言うんだぞ。コトリス山は深い山で危険な場所も多いの。だから子供を怖がらせて遊びに行かせないための作り話がたくさんあるんです。しかし一周というフレーズが気になりますね。危険な植物や火山性ガスがあるのかもしれません。注意していきましょう。発動停止。
アチューンでした方が良さそう。止め！撃ち取ったり。ゴー、失礼して。構成反対。発動を停止。警告を。メルカード選択。停。どれくらいの薬が作れるか相談するから見逃さないでくださいね。テオニーの言っていた正体不明の人物の捜索もあります。皆さんくれぐれも気をつけて。はずなんだよね。おいニーナ、あんまり一人で行くな。暗くて危ないぞ。先生仕込みのフィールドワークは伊達じゃないよっと。中型の構成反応を検知。警戒態勢を。
行きましょう。レイ、これは考えるのは後だ。あいつをやるぞ。無理ありません。強化の特定反応活動停止警告エネルギー残量不足。俺の実力はこんなもんじゃねえぜ。これって無敵な感じしません？立ち止まるわけにはいかない。がぜんきな臭くなってきやがったな。ここがどうかしたのか。いかにもモンスターの巣って感じで気味悪いのはわかるが、以前ディベルの廃校に出現した異様なモンスターの巣とここはあまりに酷似しているのです。ライタールでもある海鳥の栄装地がこのような状況になっていました。あ、あそこ。嘘、枯れてる。モンスターの分泌物が土を変えちゃったんだ。この場所はマッピングしました。琴に戻った時に手を閣下に対策をお願いしましょう。今は捜索を続けませんか？素敵な品ですね。ターゲットや了解です。中型の恒星反応を検知。警戒態勢。安全は確保された。人間の靴跡が残っています。最近ついたもののようです。検証します。人数は1人、
足のサイズはレティシアさんと同じくらい、歩幅も狭い、おそらく小柄な女性と思われます。まさかクロエか？これだけでは判断できません。ただその誰かはきっとここにモンスターの巣があるってことは分かってるってことだよね。あるいは薬草の群生地があることをな。中です。きっと見つかりますよ。そうですよね。ここで諦めるわけには。ここは大丈夫そう？大気に平静あり、大気に平静あり、警戒態勢を。今度は何？下がってください。この洞窟はダメです。神経に作用するガスが充満しています。私以外の皆さんが吸い込むと一瞬で体の機能が麻痺します。まさか魔物の姫の伝承の？奥の方に岩壁に張り付いている菌類が見えます。踏み込んだ動物の死骸を吸収し栄養とするタイプと推測します。伝承に負けず劣らずの恐ろしい山だな。もともと自然界の山というのは恐ろしい場所なのですよ。人がただそのことを忘れがちなだけです。お前が言うと説得力があるよ。前方に構成反応。出力薬草は枯れてる上に長いバスに侵入しているぞ。この衝動は彼の闇だな。この先に油断するな。構成反応、構成反応の消滅を確認。神経ガスが充満しています。ここは通らないです。
このまま進むところですか。ストレイさん、ありがとうございます。同じような場所があるとキレイ、私の後ろをお進みください。ラッキー、チェッ、ラッキー、おとなしくしてください。まだ来る、ここで構成範囲発動を停止。よし、決めます。お怪我はありませんか。ラッキー。悪くない力だ。戦闘に備えてください。前だけではなく左右にも警戒を。行くぞ。引き締まりますね。俺に任せろ。エネルギー残量不足。まだまだいけますよね。消えて。どう？これって無敵な感じしません？
前方敵だ。視界がない相手にはブラインドサイド不可能。構成反応活動停止。警報エネルギー残量不足。いけるぞ。まだまだいけますよね。敵はないよりはマシだ。とても長い洞窟ですが、山の出のあたりなんでしょう。推測すると中腹あたりなんです。エレンには地球の把握能力もある。まあエレンはそれくらいのことだよな。視力低下が強く、無用な戦いは避けるべきですね。先に進みましょう。視界がない相手にはブラインドサイドを奪う。ここで頑張らなきゃ。構成反応発動停止。これだけ無敵な感じしますか。無限に行きます。構成反応活動停止。俺の実力はこんなもんじゃねえぜ。警告、エネルギー残量不足。ラッキー。こっちから歩いてきたから北はあっち？いや、こっちで。こんなところで何やってるんだ。うわぁ、何ですかあなた。いきなり誰ですか。あ、驚かせて悪い。俺はレイモンド。僕はラドル行商会のラドルジュニアと言います。商売の修行をしながら各地を回ってるんです。ラドルジュニアか。それで何やってるんだ。こんな偏僻なところじゃ客も来ないだろう。今はオーシリアス王都へ向かっているところなんです。大きな都ならきっとお客もたくさんいるだろうし。あ、そうだ、オーシリアスはここから北で合ってますよね。王都はコトリス地方から東に行ったところだぜ。コトの人には北って言われたのに。確かにコトからじゃ北だけど、ちょっと行き過ぎたな。そうなんですか。いやあなたに会えてよかった。こっちこそ役に立ててよかった。修行頑張れよ。はい。ラッキー。いいもの揃えてますよ。見ていきますか。道中お気をつけて。サンキュー。それ起。
危険だ。対象を発見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 。敵です。油断せず参りましょう。耐えてみな。対象を発見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 。よい。対象を発見。それ。対象を発見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 。ラッキエレナ、ここは平気なのか？ええ、ここには神経ガスはありません。ではこのまま進みましょう。さあ、我々の勝利はまだまだ行きますよね。見たか。警告、エネルギー残量不足。敵に取りそう。よい。まだまだ行きますよね。Hit it!
き。停止。対象を発見。対象を発見。対象を発見。警戒態勢を通れないように。敵まだ来る。まだ毒性を封じ。まだまだ来ますよね。攻勢反応活動停止。邪魔だ。無敵な感じしません。いけるぞ。まだまだ行けますよね。これって無敵な感じしません。攻勢反応活動停止。ここで頑張らなきゃ。ラッキー。対象を発見。この奥からの神経ガスの反応があります。これ以上使うことは忘れません。踏ん張れ。押し込め。攻勢反応活動停止。どう攻勢反応の消滅を確認。ラッキー。
反応、活動停止。行けるぞ、見たか。これって無敵な感じしません？ここで頑張らなきゃ。対象を発見。ラッキー。お、何か動いてるみたいだな。ラッキー。前方に空中反応を検知。空中反応活動停止。耐えてみな。まだまだ行けますよね。じゃじゃーん。よし、警告、エネルギー残量不足。質量不足。対象を発見。対象を発見。ドラッキー。対象を発見。敵だ。警告、エネルギー残量不足。無駄よ。攻勢反応、活動停止。よし、エネルギー残量不足。そんなにデュマを睨むなよ。これだけトラブル続きなら頼りにしたくもなるよ。皆さん、最大限警戒を。比較的最近ついた靴跡が5つあります。薬草の生育条件に合致していますが、警戒を緩めないでください。
誰かが随分手間暇かけてここに住み着いてるようだな。しかもあまりいい目的じゃなさそうだ。これは気な臭いどころの話じゃないぞ。まさかここにいるやつは。火気反応を確認、総員警戒を。伏せろ。レイ、物陰に隠れて。ニーナさん、この生態の優位を確認。防御兵器に行こう。よくやったデマ。エレナ、敵の位置分かるか。死にしました。デバイスに転送します。デマ、レティシア守ってろよ。接敵する者にシールドを展開することが戦略的優位を確立すると提言する。レティシアを守れ、これは命令だ。レイ、危険ですよ。対象を発見。今はあいつを追うぞ。まだまだ行けますよね。追いましょう。奥へと向かったようです。総員、戦闘準備。ラッキー。この部屋で行き止まりのようですね。他にも通路があるかもしれません。捜索に戻りましょう。敵にも気をつけましょうね。わかってるよ。奥に敵がいるみたい。気をつけて進めましょう。攻撃です。どうだ。はい。ふんばれ。先に進みましょう。対象を発見。前方。警告、エネルギー残量不足。まだエネルギーね。行動反応はこんなもんじゃねえぞ。耐えてみな。行動反応なし。対象を発見。対象を発見。よっと。青白い肌に角。あの男やレティシアがあったというやつの仲間だな。
サマル、一体何者だ。ああ、今さらなんだ。伝承の魔物の姫でなけりゃ、お前、あの大男の仲間だな。何者だってのはこっちのセリフだ。まさかこんな辺境にまで追跡してくるなんて思いもしなかったわ。ベランジェ大佐の悪い予想が当たったわね。またそれかよ。俺じゃなくてお前らが俺のポットを追ってるんだろうが。捕まるわけにはいかないのよ。巻き込まれたのが不運だと思ってここで死になさい。巨大構成反応を検知、周辺を警戒。見ればわかる。これって無敵な感じしません？
こんな巨大な奴が一体どこに隠れていたというんだ。リマちゃんは敵がこっちに向かって動き始めないと何も言ってくれないみたいだし、もしかしたら他にもあんなのがたくさんいるのかも。テオのやつがどんな顔をするか見ものですね。まったく。でも結局あの人は何者だったんでしょう。角の男たちの仲間だろうな。そう考えるべきでしょう。それに多分彼らは先進惑星の人間だ。え？ん？おい、ニーナはどうした？そういえば、さっきから姿が。あったー！え？よかったー！全滅したのかと思ったー！ここが最大規模の群生地だったんですね。管理設備のようなものもある。この星で治療法のない、しかも急に流行り出した病気を治せる薬草を管理してる研究所か。最悪の予感しかしないな。その予感はおそらく当たりだ。リベル、ライタール、そしてコトの3として実験をしろとあった。これは指示書だ。実験だと？リベルは虫、ライタールは鳥、そしてコトは薬草管理。間違いない。これはオーシリアス王国への攻撃だ。ではまさか、あの角を持った者たちはヴァイル帝国に組みしています。Okay.